俺が全員ぶっ倒す。真宙はかなりガッツがある役者で、本番やっぱ化けるタイプだコメントと思って。匠くんの背中が守られてる感がすごくて。盾だけ打ち、ひなってやつを守りてんだろ。盾相棒っていうセリフを言えることっていうのがやっぱ嬉しかったっすね。てめえの相手は俺だドラッケ。結構思いっきりわーってやってるように思いますけど、繊細で緻密なんですよ。なんかその辺を受け取ってくれて、まあ、そういう意味でもこう一緒に作っていったっていうのは僕もあって。やるじゃん竹道。めちゃくちゃ仲間思いだし、まあ三ツ矢来たって思えればいいんじゃないかなって感じでしたね。大将の道を作れ。周りとのギャップみたいなものは出るなと思ってたんで、シンプルに演じた印象ですけどね。はい。手加減しねえぞカストラ。何か心がけるとかでもなく、もうただ必死にやってたって感じで。マイキー、この規模の作品を経験させてもらったことって、つながりというか時代を象徴するというか、みんなが熱い思いでどんなことを積み重ねて、めっちゃ青春だったなって、なんかみんなにとっての刺激になってくれたら嬉しいなと思います。みんなを守り続けます。